晴れの日株式会社は神奈川県横浜市で振袖の販売、レンタル、着付、け、フォトスタジオを運営していた企業。2018年1月8日に突然休業し、翌1月9日より全店舗を閉鎖し、事実上の事業停止状態となった。同年1月26日に横浜地方裁判所から破産手続き開始決定を受けた。キャッチコピーは20歳を刻む。 可愛く、そして美しく。2011年の設立当初は、シーンコンサルティング株式会社の称号で、振り袖販売店向けのコンサルティング業務を主体に、事業を展開していた。翌年に、横浜市内に店舗を開設し、販売、貸し出しへ、本格的に参入。2016年2月に称号を、晴れの日株式会社に変更した。なお、 称号の変更時期については2015年12月と申されている。最終的に振袖の販売、貸し出しを行う晴れの日の店舗として、最盛期の2017年3月頃には、横浜港未来店、八王子店、筑波店、福岡店神店、横須賀店、柏店の計六店舗を運営していた。その他、同年には、相模大野店の出店構想もあった。 同年10月時点では、柏店と横須賀店を除く、経営4店舗となった。フォトスタジオでは、着物を着ての撮影や、記念写真の撮影などを行っていた。店舗スタッフは、全員女性で、品揃えの豊富さや、価格の安さを、セールスポイントにしていた。また、2020年までの全国100店舗展開や、株式上場、日本国外への進出も構想していた。 そのため、従業員の採用活動も2016年時点では積極的に行っていた。求人サイトでは従業員の定着率が高い、ノルマはないなどと謳っていた。しかし実際は過酷なノルマがあり、従業員の入れ替わりも激しかった。また、2016年末から給与の支配が発生したことにより退職者が相次ぎ2018年の破綻直前には、 従業員は約10人となっていた。なお、労働基準監督署は2017年夏には未払い賃金問題の相談を受けて、これを把握しており、会社に指導を行っていたことが明らかとなっている。佐賀市にある写真館、菓子衣装店の晴れの日や、東京都の神社、仏閣挙式専門店の晴れれの日、富山市にあった晴れの日ジョア富山店など、類似した 社名、店名で、業種も近いが無関係の別会社が日本各地に存在しており、晴れの日の騒動に関連して、無言電話などの営業妨害や風評被害が生じている。そのため、前述の各店は、ツイッターや取材、店舗ウェブサイトを通じて、当社とは一切関係ないとする声明を発表している。営業停止後の晴れの日つくば店2018年の 成人の日に当たる1月8日、晴れの日は、福岡天神店を除く全店舗を閉鎖した上、電話の連絡もできず、社長の篠崎洋一郎の所在もつかめない事態になった。ある店舗が入居する商業施設の管理担当者によれば、1月6日までは通常通り営業していたが、1月7日に従業員が出社しなくなったという。 同日の成人式のための着付け会場へ振り袖を届けず無断で閉鎖したため、晴れの日から購入、またはレンタルで成人式での着付けを予約していた客が晴れ着を着られないという事態に発展した。これを受け、警察に200件余りの通報が寄せられた。福岡天神店のみ、役員の指示を無視して、同日も営業し、派遣会社も無償でスタッフを派遣して、 成人式での着付けを行った。しかし、翌日にはこの店舗も閉鎖し、事業停止状態となった。本社と同じビルに入居している別企業の関係者によると、2018年に入ってから、晴れの日の社員の出入りは一切なかったという。ただし、これが経営破綻による事業停止であるのか、あるいは自主的な事業停止であるのかはこの時点で、 明らかにされておらず、篠崎は成人式の前から行方がわからなくなっていた。東京商工リサーチが1月9日まで行った調査で、2016年9月期は約3億6000万円の赤字、約3億2000万円の債務超過だったことも明らかとなった。取引先の一社は2017年から売り掛金などの支払いが滞納するようになってきたため、 取引縮小に努めていたとコメントしている。また、事件の約2ヶ月前にフリマアプリ、メルカリ及びフリルで振袖を大量に出品するものがおり、これが晴れの日の関係者による出品ではないかという疑念もあり、両者は関連を調査している。また、仮に晴れの日の関係者でなくても、規約で法人の出品の禁止が明文化されているため、 両者とも出品を非公開とする措置に踏み切った。一方、晴れの日が洗濯や仕立手のために預けていた着物などの一部を京都府の取引業者が保管していたことが1月22日に明らかとなった。購入品やレンタル品のほか、客の私物など預かり物も含まれ、晴れの日が業者に代金を支払っていなかったため、そのまま管理、保管していたという。ただし、 2018年の成人式分については同じく、未払いだったものの、当日のトラブルを防止するために、晴れの日側に発送したといい、保管していたものは翌年以降の成人式などに使う、約70人分のみである。なお、4つある店舗の内福岡天神店のみ、前述の通り1月8日も営業した。また、筑波県については、筑波市やその周辺自治体で、 成人式が1日早い1月7日に挙行されたため、成人式当日に晴れ着を着ることができないというトラブルは発生しなかったものの、着付けが遅れて成人式に間に合わない人が出た。他店より被害者は少なかったものの、2019年以降に成人式を迎える利用者のうち支払いを済ませていた者らが、 報道でトラブルを知って駆けつける様子が見られ、1月11日までに契約金額は1780万円に上ることが判明した。契約金ベースの被害総額は2億円以上に上っており、警察も解明を進めているが、全容の解明には時間がかかる見通しである。1月26日には、晴れの日の代理人を務める弁護士が、 横浜地方裁判所に破産を申し立て、即日破産手続き開始決定を受けた。負債額は約6億3500万円。一連の騒動による被害拡大を受け、国や自治体も対策に乗り出すこととなった。成人式当日の1月8日、晴れの日の閉鎖店舗があった東京都八王子市では、成人式の会場に特設の着付けスペースを急遽設け、 着付けを手伝える人や、美容師などへの協力を呼びかけた。また、同じく閉鎖店舗のあった横浜市では、被害にあって、当初より着付けなどの準備に時間を要する人が続出したため、成人式の午前の部に間に合わない新成人を午後の部に回すなどの対応を取った。1月9日、横浜市の消費生活総合センターでは、今後さらに相談件数が増加することを考慮し、 新たに特別相談窓口が開設された。消費生活総合センターは、領収書や契約書は保管し、クレジットカードで支払いをしている場合はカード会社に連絡して支払いを止めるようにするなど、まずは冷静に状況把握に努めることが大切と話している。また同日、消費者担当大臣の江崎哲馬が、閣議後の記者会見において、 成人を迎えた方がどれだけ楽しみにしていったか、賠償をしても済まないと発言し、今回の問題についても想定外の問題だった。消費者庁として国民生活センターなどと連携して情報提供を行っていきたいと述べ、消費者庁が晴れの日の経営状態や過去のトラブルについて情報収集を進め、被害の実態把握や、 被害者への情報提供に取り組む考えを表明した。その上で、消費生活センターに相談するよう呼びかけを行った。成人式当日の1月8日には、着付けを行う同業者や、呉服店、美容院、名乗りを挙げたボランティアスタッフらの協力により、晴れの日の被害にあったものの晴れ着を着て、成人式に参加できた新成人も数多くいた。また同日には、 着物の業界誌を発行する京都市の出版社、着物と宝飾者が、被害者の負担軽減を目的として、晴れの日株式会社被害者の会を立ち上げた。同社の松尾俊介編集長は、キャリコネの取材に対し、着物業界は、風評被害に弱く、一つの店の悪評が、業界全体に響きます。みんながみんな、晴れの日さんのようなことをしているわけではないと知って、 欲しかったという思いから被害者の会を立ち上げたことを明らかにしている。さらに、朝日新聞の取材に対しては、大学の卒業式や来年の成人式のための代金を振り込んだ人もいると聞いている。訴訟も視野に支援を広げたいとも語っている。佐賀県の晴れの日は同じ野号の社として社長さんに一言言いたい。最後まで踏みとどまろうという気はなかったのですか ブログで苦言を呈している。その後も被害者を支援する動きは広がっており、1月12日には、お笑いコンビ、キングコングの西野秋弘が、リベンジ成人式と称して、運営資金は、クラウドファンディングでまかない、被害者に振り袖を無償で貸し出し、2月4日に、横浜港で開催される戦場ディナーに招待する、ことを発表し、実施された。また同じ日には、 八王子市の美容師や五福店主ら100人以上の有志による八王子成人式プレゼント実行委員会が2月12日にオリンパスホール八王子で被害者のために再度成人式を取り行うことを発表。八王子市も公演に回り当日は市長の石森隆も駆けつけて実施された。1月16日には小悪魔アげハを編集している。 ビーナスが被害者に振袖を無償で貸し出し、2月3日に渋谷区にある小悪魔上げハスタジオにて小悪魔上げ派振袖撮影会2018を開催することを発表した。衣装は2017年12月に発売された復刊第1号で使用された衣装を使用するほか、同号の撮影などに携わったスタッフも協力するという。 さらに写真館などを展開するスタジオアリスは1月23日、子会社が運営する、振袖、アリスの横浜市、横須賀市、福岡市の3店舗にて、2018年から2020年の成人式のために、晴れの日を利用し、被害に遭った人を対象に、振袖のレンタルや写真撮影を無料で行うと発表した。撮影後もそのままレンタルを継続し、 成人式などで同じ振り袖を着ることも可能としている。一方、横浜市では当初、市が成人式のやり直しを検討していると一部で報じられたが、同志教育委員会は IT メディアに対し、現時点では具体的な検討には進んでいないとコメント。その後、1月18日から1月31日まで市役所内に 晴れの日被害者特別法律相談窓口を設置した他、翌19日には、企業や団体からの被害者支援の申し出を紹介し、被害者自身がそれらのサービスなどを選択した上で、受けられる特設サイト、新成人への善意の輪を解説している。支援は2月28日まで受け付け、横浜市周辺以外の事業者も多数申し出ており、 横浜市は4月27日に44の企業や団体から申し出があったことを明らかにした。また、神奈川青年司法書士協議会では2月6日から2月28日まで無料相談を受け付けていた。2018年1月26日、横浜地方裁判所が晴れの日の破産手続き開始を決定した。東京商工リサーチが算出している。 向こう12ヶ月における倒産確率を統計的手法を用いて100から1まで数値化した客観的な指標であるリスクスコアは2017年3月以降には17のままだった。求人サイトには虚偽の売上高を掲載していたことが明らかとなっているほか2017年9月期決算が確定していないことや2017年12月に 金融機関の追加融資を受けられなかったことも明らかとなった。同日19時からは事業停止後姿を見せていなかった社長の篠崎陽一郎が横浜市内で記者会見を開いた。破産申し立て代理人の弁護士によると、負債額は約6億3500万円。また、約1200着の振袖が保管されているのを確認しているという。記者会見で 篠崎は営業を停止した理由について人件費のコストが拡大して大幅な赤字となった。売上げの減少に歯止めがかからず、成人式当日の着付費用の支払いのめどが立たないことからこのような事態となったと会見したほか、成人式当日には地人宅に滞在していたことも明かした。篠崎と晴れの日の破産管罪人は捜査機関の捜査には応じる意向を示している。 被害者が預けていた着物の返還は、破産管罪人によって2018年1月29日に開始され、4月16日時点では着物の返還がほぼ完了した。ただし、レンタルの着物は対象外となるほか、下手中だった一部の着物は、被害者が残金を支払わないと返還されない。官報での破産手続き開始の広告は2018年2月6日付で、 掲載され、第1回再建者集会の6月20日での開催が告知された。その後、予定通り再建者集会が横浜市にて開催され、被害者の親族や取引業者、再建を有する約70人が出席した。集会では、破産管罪人から同社の負債が約10億8500万円に上る一方、資産は、 振り袖の売却代金約1620万円が、ほとんどで、新成人や取引業者らへの再建約3億4500万円の配当は行わない見通しであることが発表された。横浜地方裁判所は、同日付で、晴れの日に対し破産手続きを廃止する決定を下した。また、社長の篠崎の出席はなかった。その後、 官報での破産手続き廃止の広告が6月29日付で掲載された。同年7月30日に晴れの日株式会社の生産が決了し、法人格が消滅した。神奈川県警察は2018年6月23日、粉飾決算により、神奈川県内の銀行から融資金3500万円を騙し取ったとする詐欺罪の疑いで、成田国際空港にて、 アメリカ合衆国から帰国した元社長の篠崎陽一郎に任意同行を求め逮捕した。篠崎は同年7月18日にも別の詐欺容疑で再逮捕され、8月7日には東京都内の銀行から融資金を騙し取ったとする詐欺罪で追起訴、懲役2年6ヶ月が東京高等裁判所で言い渡された。2021年に刑期満了予定。 横浜南労働基準監督署は2018年9月12日、従業員に賃金を支払わなかったとして、晴れの日と篠崎元社長を最低賃金法違反の疑いで横浜地方検察庁に書類送検したと発表している。日本テレビ系の番組、ザ・世界行天ニュースで晴れの日が事業停止に至った再現ドラマが2020年1月7日に、 放映された。ありがとうございます。